東京宝島事業。皆さんこんにちは。東京動画をご覧いただきありがとうございます。東京都総務局行政部です。東京と聞いて皆さんが思い浮かべるのは渋谷のスクランブル交差点やサブカルチャーの街秋葉原、新宿の高層ビル群のイメージでしょうか。あるいはスカイツリー、東京タワーなどの観光スポット、浅草などの江戸情緒残る下町のイメージでしょうか。今回は皆さんがイメージする東京とは異なるもう一つの魅力、東京の離島についてご紹介します。発見、東京島嶼地域の魅力。皆さんは東京にも島があることをご存知でしたか。東京都の島々は太平洋の広大な海域に点在し、大小200の島々で構成されています。島嶼地域の中でも大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、三倉島、八丈島、青ヶ島の伊豆諸島の9島と、都心から約1000キロ離れた小笠原諸島の父島、母島の2島、計11島は人々が暮らし、各島個性的な表情を持っています。あふれんばかりの自然の恵み、多様性のある文化や特産品、ゆったりと流れる時間、そのどれもが東京の島の魅力です。まずはこちらの映像で11棟が持つ自然豊かな宝物をぎゅっと凝縮してお届けします。いかがでしょうか。11棟の住民が主体となり、東京宝島11棟の魅力を伝え、島のファンを増やすための議論を重ねた結果、島それぞれの魅力、個性を表現するブランドコンセプトが生まれました。それではここからブランドコンセプトと東京宝島11棟を一つずつご紹介します。厳選、東京宝島
魅惑の11棟を紹介。はじめにご紹介するのは、ちょうどいいが見つかる行きつけになれる島、大島です。都心から105分というちょうどいい距離、ゆったりと流れる島時間が醸し出すちょうどいい田舎感、あなたにとってのちょうどいいが見つかる場所、大島を行きつけの島に。島全体が活火山で、複数の火山が織りなす溶岩や黒い裏砂漠の景色など、想像以上のワクワクを楽しめます。続いて恵みを満喫、幸6000年の里島、豊島。東京からジェット船で2時間半、周囲8キロにも満たない歩いて回れるほどの小さな島は、冬になると日本一の椿の花に覆われます。海の幸、山の幸、地の幸と、あふれんばかりの恵みが大きい島です。次は新しいでつながる島、新島です。ハッとする海の色、澄み切った砂の粒、白ママ断崖全7キロの絶景、黄河石に刻まれた島の暮らし、島の楽しみ方はあなたが決める。出会って、そして話しかけてください。あなたが見つけた宝物を共に楽しみ、面白がる人がそこにいます。働く場所が遊ぶ場所、新しい懐かしいを作る島、式根島。働き方、休み方を変える、例えば週末を、あるいは1週間を、仕事とバケーションを両立させるワーケーション、そんな生活のシフトチェンジに絶好な島。紺碧の海と青い空、24時間フリーな温泉、緑豊かな大自然が待っています。当たり前の奇跡に気づく豊かな水と生きる島、神津島。そこにあるのは、自然が育んだ豊かな水と水にまつわる人々の物語。豊かな水と生きる暮らしは、私たちが当たり前のものとするものへの感謝を思い出させてくれます。国際ダークスカイ協会の星空保護区に認定された美しい星空も魅力です。ここまでご覧いただいていかがでしょうか。東京にこんな場所があったんだなんて発見も多かったんじゃないでしょうか。続いては五感を呼び覚ます火山と共に過ごす島、三宅島です。生命の芽生え、植生の移り変わりを体感する、火山と生きる人々の知恵や信仰に触れる、火山が生み出す自然の恵みを味わう、火山のダイナミズムが織りなす三宅島には、私たちの五感を呼び覚ます数々の体験があふれています。すべてが特別になる、あなたを宝物にする島、三倉島。こんこんと湧き出す豊かな水、巨樹の森、そして島の周囲にはイルカが泳ぐ。ここ三倉島は独特の歴史と文化を持っています。島の魅力はすべて島の暮らしの中にある、島人の中にある、それが三倉島の宝のありどころです。自分の色を取り戻す七色の魅力に輝く島、八丈島。羽田空港からわずか1時間ほど、豊かな水、あふれる光、常春といわれる温暖な気候の中にある厳しくも力強い彩り豊かな自然。虹がよく出るこの島は虹の島とも呼ばれています。自力に目覚める絶海絶景の島、青ヶ島。世界でも珍しい二重式の火山を擁し、
四季折々に咲き乱れる花々、島言葉で貧ギャと呼ばれる火山性噴気孔など、大自然の営みを目の当たりにすることができる絶海の孤島。ここには便利も快適も都会が欲しがるものはありません。でもないから見つけられる、それが青ヶ島流のおもてなしです。ありのままに命が輝く別世界を生きる島、父島。東京から24時間の船旅でたどり着く世界自然遺産の小笠原諸島。たどり着いた先は別世界。ボニンブルーと呼ばれる紺碧の海は珊瑚礁や熱帯魚に彩られ、クジラやイルカが生息しています。人も花も虫も動物もありのままの命を生きる島です。みんなが らしく暮らせる母なる島、母島。ここにしかない大自然を、生きとし生けるもの全てが らしくを生きるこの島は、人と人の絆を生み育む母なる島。そして人間が人間らしく暮らし続ける島。父島からさらに南へ50キロ、東京から一番遠い世界遺産の島が母島です。アンテナショップ東京アイランド。それぞれの島の魅力を知っていただいたところで、ここからは各島の特産品が揃って販売しているアンテナショップ東京アイランドについてご紹介します。こちらが東京の島々を船でつなぐ竹芝客船ターミナル内にある東京アイランド。伊豆諸島、小笠原諸島の観光情報やイベント情報など旬な情報を発信しています。東京アイランドは東京の島のアンテナショップとして平成4年に誕生。単に特産品販売をする店舗という立ち位置にとどまらず、島の雰囲気を体感できる店舗作りを行うことで、島との人、物、ことをつなげて、さらに魅力ある島々にしていくためのハブを目指し運営しています。そしてこちらには11の島の特産品が常時勢ぞろい。まずはこちら、食べ物編5種類です。大島のおすすめは大島牛乳せんべい。一枚一枚手作りで焼き上げた定番の銘菓です。新島のおすすめは伊豆諸島の特産品としても知られる草や素焼き。神津島のおすすめは赤イカ入り塩辛。店舗売り上げ不動のナンバーワンです。三倉島のおすすめが三倉島の山奥で採取した三倉の原水。5つ目は母島のおすすめ、小笠原レモンを丸ごと使用したママヤのレモンジャムです。続いては調味料編。島の地の利を生かした個性的な味がおすすめです。三宅島からは伊豆諸島の特産品の健康野菜アシタバを利用した粉末アシタバ。青ヶ島からは自然塩、貧ギャの塩、火山の噴気孔の地熱で製塩しています。父島のおすすめは小笠原の大自然の恵みがたっぷり詰まった薬膳島ラー油です。最後は嗜好品など3つをご紹介します。八丈島のおすすめはすっきりとした味わいが特徴の焼酎八重椿。豊島のおすすめは完熟ヤブツバキを 100% 使用した椿油神代つばき。そして式根島のおすすめは入浴剤ゆったり巡り。まずは入浴剤でゆったり思いを馳せてみませんか。皆様のご来店お待ちしております。
メッセージ。東京の島々にはこのような素晴らしい自然の景観や海洋資源、特産品、歴史、文化などの宝物がたくさんあります。またこれらにはさらなる活用や魅力拡大の可能性が秘められています。東京都総務局行政部が取り組む東京宝島事業は、こうした宝物や隠れた魅力を掘り起こし、一層磨きをかけ、多くの方に知っていただけるよう広く発信することで、島のブランド化に向けて取り組む事業です。東京宝島事業ホームページでは、各島の方々によるブランド化に向けた取り組みの紹介やメディアとのタイアップ記事の情報を掲載しています。皆様もぜひ東京宝島で検索して、個性あふれる11棟の東京宝島で、あなただけの宝物を探してみてください。紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。